こちら知事室このコーナーは毎月1回兵庫県知事の斉藤元彦さんにスタジオにお越しいただいて県政や知事ご自身のことについてお話しいただこうというコーナーです斉藤知事おはようございますおはようございますよろしくお願いします、えー、ラジオ体操一緒に体を動かしていただきました、はい、やはりこの朝っていうのは一日のこうスタートを切るにやはりこう体を動かさないといけないわけですから まず起きて何されますか。か私ですか。<laughs> まず起きて、あのー、歯を磨きますね。はい、それで、頭洗って。で、ちょっと身だしなみを、あの整えて。はい、それから、少しあのニュース見て。はい、で、ご飯食べるって、今普通の流れなんです。けど、はい、なるほどね。<laughs> はい、あ、でも、やっぱり大事、あの歯を磨くっていう、まあ、口の中って意外に。 あの朝起きたい汚れてしまうからコップ一杯の水を飲む場合でも先に一遍すすいだ方がいいよっていうことがね近年言われていることでございますね、まあ、このところちょっとこう秋らしくなってきたかなっていう感じがいたしますね,すねまだいぶ朝も涼しくなってきましたし今過ごしやすい本あの日々ですね。ねはい まあ、二年目の秋、知事としては、お迎えですけれど。そうですね。あの、あっという間で。はい。はい、あちこち、あの、視察もされてますが、この間、あの。大鳴門橋の方にも、いらっしゃったんですね。あ,あ、よくご存知で。はい、はい。あの、大鳴門橋。 今淡路島ってあの自転車で一周回る淡路が結構人気でして、はい、それをこう四国にもつなげようっていうことで、うん、あの鳴門大橋の淡淡島の淡のの 下が実は新幹線がまさに、あの通る予定で。そうそうそう、あの鉄道が敷設できるようにって計画されてたんですよね。で、それは今なかなか計画が進んでないっていうことになったので、そこを自転車道に。あの変えていこうっていうプロジェクトを徳島県さんと連携して、進めていこうかなっていう話になってて。で、現場を見に行ったっていう感じです。まあ、淡路も淡路の国もね、こう一つにこう今繋がってるんですから、そこは本当に。 利用しななないい手はんんでで、ね、そうなんですねでやっぱり自転車サイクリングブームなので、うんはい、これで四国と結んでね淡市だったの瀬戸内海一周ということで瀬戸市というものを目指していこうかなと思ってます。いろいろとあの船を使っての移動とかもね、はい、含めていろんな形で連携ができたら楽しいですね。すねはい、やっぱり今あの CO2 を出さない脱炭素のツーリズムっていうのがこれからの主流になりますので、はいはい、自転車って究極のエコツーリズムですから体を動かすにもこう足腰鍛えるにもいいものですよねぜひそういった形で盛り上げていきたいなと思ってます。普段自転車ははは乗ることはあまり今は ないですか。たまにあるんですよね。うん、子供と近くの公園とか行くときに、チャニコ乗って二人とかで <laughs> 普通に行きますけど。あのさすがにですね、神戸という街はですね、<laughs> まあ何 南北がきついんですよ東西はまだいいにしても南北がなかなかきついのでね、ええええ、やっぱ坂道多いですよね、はい、神戸はでだけどあのいわゆるあのツーリングのファンっていいますか自転車屋さんも結構あちこち増えてるんです,、ね、んですよ、ねはい、で高級なもので,でそれを持って移動しての手段でもってそういうね一周 サイクリングをしたりっていう人は結構いらっしゃいますよねです知事としてもこれからワーケーションチーズとかやっていきますけど、うんはい、そこに自転車持ってって、はい、その地域を自転車でサイクリングするっていうのも面白いかなとか思ったりして、ね、その地域、はい、地域のあの風をこう感じるというのが、ねうはい、いいかもしれませんですねさあそんな中で新型コロナウイルス感染症でありますけれども ちょっとあの落ち着いたかなと思ったら今またちょっと増えているっていうのが今朝のニュースなどでは報じられておりましたそうですね、あの兵庫県はすごく昨日もそうでしたけど全周、うん、比で、はい、あの減っていっているので、はい、あの減少傾向はあります、はい、あの一部東京とかで少しちょっと全周比で数百人増えたっていうのはありますけど全体のトレンドはやっぱ減っていっていると思いますので。うん まあちょっと少し小幅の波というものは出てくるのかなというのはそれとあの水際対策でずっとあの海外からの来場者、はい、来,来日客をまあストップさせてたのが完全に今は、えーはい、オープンになってとっていうことで、まあ、これからどんどん外国の人たちが来て、まあ、人流が増えてくるので、まあ、その辺を危惧する声もないことはないんですよね。うん まあ、あの水際対策緩和であの先日から外国人もあの、はい、フリーで来れるようになりましたしあの全国の旅行キャンペーンもすごい大人気ですから人の流れが国内外からこう増えてくるので、はいまあ、そこはやっぱりあの感染対策とあとはワクチンですね、はいまあ、そこが大事かなと思ってます、はい、そのワクチンもですね、えー、とファイザー製のワクチンの接種が。 今度の日曜日曜から始まるんですか、はい、あの今まであのオミクロン対応のワクチンというのはモデルナ社だけで、それがまあ3回目、4回目接種いただいてたんですけど、やはりこれまでファイザーを受けられた方もおられるので、国の方もファイザー製のワクチンのオミクロン対応のものをやはりこう準備できるという形になったので、表現としてもそれをあのやっていきたいなと思ってます。16日から 県の接種会場で、はい、ファイザー製のオミクロン対応のワクチンもやらせていただくという形で全数届でという見直しがされましたが、はい、そのあたり、兵庫県の対応というのはどううなんでしょうか26日からあの発生届出の対象者を、はい、あの絞らせてもらって。 あの65歳以上の方とかは引き続き今までどおり発生届を出していただくんですけどそれ以外の方はあの人数だけカウントするという形になってますあのおかげさまで現場の方も全然あの混乱もなくスムーズにあの進んでますしあの発生届の対象外の方もあの健康フォローアップのための 登録センターに、はい、あの登録いただけるようになってますので、うん、あの今のところ大きなトラブルなくスムーズにいけているかなと思ってます、はい、ですから、まあ、いろんな行動制限が緩和される中で、まあ、ワクチンの接種をして一つ安心感を得たうまでこれまで通りの、はいえー、行動そうです、ね、ということですね。ねそうですね。もうだいぶ… 戻ってきたかなと思って、あとはあの、はい、マスクだけですね。ねえこれはいつが半<ん> <laughs> あの溶、ね、ける海外から来る人はえ,え、えまたマスクするのみたいな感じのようですが。なすね、だからま屋外でのマスクを、うん まあどのタイミングでみんなが外し始めるかとで今ま、はい、今はまあ一応国としても、うん、ま県としても、はい、あの屋外の場合は外してもらっても構いませんっていう風にしてますし、はい、まあ屋内でもほとんど会話しない場合とかは、うん、あの外してもらってもっていうことなんですけど、はい、まなかなかこの数年間染みついた習慣を。 特に子どもたちは変えるっていうのはちょっと時間かかるかなって気がしますね。これまでひげそらんでもね別に目立たなかった顔周りなんですけどマスク外すと「あっそってなかった」とかっていうのふとと気づいたりかっていうのが外し始めるとみんなこの人こういう顔だったんだって初めて知るっていうのは多いですよね最近。やっぱ目から目と鼻のこの先ちょっと半分だけ全然違いますよね全く印象違いますね。 いろんな方に出会われますから、はい、そら、えど,どこでお会いしましたかってことに、私は逆にずっと外して記者会見とかやってるケース多いんですけど、逆の方はほとんどマスクのままなので、本当に、えー、口元が、ね、いつオープンにできるかっていうあたりもちょっと気になるところです。はい、でもう一つあの危惧されてるのがあの インフルエンザ、ああはい、これがあの同時流行しそうだということを言われてますね。はいうん、まあ、インフルエンザやっぱりこれから秋冬、特に冬場の流行が、はい、あの多いですね。私もよくインフルエンザになってますので。言われてます。はい、だからワクチンは必ず打たなきゃいけないかなと思ってまして。うんはい、まあ、同じ時期に。 あのまあ、いわゆるか8波ということと、うん、インフルエンザの流行が同時だと、はい、まあ少し心配かなというのはあります、うんうんはい、ですからあの発熱した場合に一体どちらで熱が出たとかっていう判断を、ねねはい、これをまあ自分であるいは家族がしないといけなくなるわけですね。えー まあ私、コロナにもかかりましたしインフルエンザも両方かかっているんですけどインフルエンザの方が多分症状がすごいきついと思いますね、あの全身の節々が本当に急激に痛くなるのでまあ明らかにこれはインフルエンザかなというのはなんか分かるような気もしますけどまあどっちにしてもやっぱ熱が急に出てきたらあの少し迷われるというケースは増えてくると思います、ねはい。ですからあの重症化リスクが少ない場合はその 新型コロナの検査キットで、まあ、自己検査っていうことがまず必要になってくるわけですかね。 そうですね必要な場合は、うん、あの検査していただいたり、ねはい、やっぱりあの外来クリニックに、うん、まあ早めに心配であれば受診していただくということが大事かなと思ってます、はい、特にあの子どもさんとかね高、ね、熱を出すとあの引きつけ起こしたりとか本当に大変やと思うんで、はい、夜とか夜中とかすごく心配ですからねお母さん方も。 医療機関にすぐに連絡をするっていうようなことで対応していただければと思います。はい、はい。さあそんな中で今日はですね、ちょっと朝のお話なんですか。そうなんです。朝アットプロジェクトっていうのが、はい、これが今新たに動き出してる。はい。 何ですかこれはあの朝アットプロジェクトっていうものを兵庫県でスタートしまして、はい、これ何かというと朝っていうのは朝今の朝,朝日の朝日の朝ですねモーニングですねモーニングの朝なんですけどはい、はい、朝を大切にしましょうということを兵庫県として皆さんにお伝えしていきたいなっていうのを思ってます、はい、おそれはどういうことからなんでしょうか夜夜の飲み会も楽しいんですすけど、はい、<laughs> あ,のあまり夜深いしすぎて、うん あのやっぱり一日って朝がスタートですので、はい、仕事するにしても学校行くにしても、うん、あとはプライベートやいろんな家事されるにしてもやっぱ朝の時間を充実させていいスタートを切ることが一日を充実させると、はい、でそれが続けば、まあ、人生もハッピーになるよねというところがあのポイントなのでそこをこうメッセージと伝えていきたいと思ってます。よ、うん、よくあの昔かからねね朝ごはんははん食食べましょうっていうようといなことを呼びけ育の一環で もう言われてましたけれども、はい、単にそういう朝ごはんだけではないわけですね。すねあのいろいろこう運動したりとか人と会う、うん、今の朝活ということで、はい、朝にいろんなこう交流会をやられるという方も多いですしその朝をいろんな形で大事にするということが一、うん、日をこうリフレッシュ活性化させるとで特に大事なのが今おっしゃったやっぱ朝ごはんですよね。 私もそうでしたけど、はい、あの大学生とかあんまり朝ごはん食べてない方も面倒くさいんですかねそれよりも眠いとか食べる時間が惜しい、はい、そうやったらもうちょっと寝とこうかっていうような判断なんですか、ねですね、あの昨日あの兵庫高校県立高校行ってきたんですけど、はいええ、やっぱり眠いって言ってましたね朝は。<laughs> 1分でも寝ときたくて <laughs> まあ確かにうちの娘なんか見ててもずっとよう寝れるなっていうぐらいもったいないなと思うぐらい寝てますけどす、ねすね、朝霧り今寝てて学校行って学校でも少しちょっと眠気が出たりとか、えー、はいどの辺なんですか私なんか朝は三3時起きです今や私7時ですけど、えー、3時ですやっぱ朝早いからええー、どこで寝てんのって言われますねそうですよ、ね、どうかすると家族の寝顔しか見てませんから私も 寝てるときも朝寝てますもんね、えー、<laughs> もう寝てるまだ寝てるっていう <laughs> そういう世界ですけどそうですよね、えー、まあだから でもやっぱり昨日もその話だったんですやっぱり勉強もそうなんですけど、部活、高校生、中学生、しっかりやってます、はいはい、それそれのいいパフォーマンスを出すためにも、うん、やっぱり朝ごはんとか、うん、朝のスタートをきちっとリズムよくしようということがやっぱり大事だということなので、そこをやっぱりみんなで共有していきたいなと思ってます、うん、やはりあの、食と健康ってこう言われるときにはね、やっぱりこう食べることで、 腸が動いいてて腸腸活っていうが脳に指令するんですね起きろって、はいあいるらしいですね。はい、そうこうやっぱり朝ごはん食べることが体全体をこう動かしていって、うん、あのいい便通であったりとか、はい、頭をスッキリさせるとかにつながっていくということですね,、うんはい、ね。だからそういう朝しっかり食事をとって栄養を体にとってもらうっていうことがひいてはそれが年とってから、まあ、いろんなところにね 影響が出るやもしれませんので、はい、朝しっかりということなんですが今朝実はスタジオにこれちびにぎまるっていうこれおにぎりですね、うん、そうですうパックになって入ってるのが届いてるんですけど、はい、これあのローソンさんが、はい、あの兵庫県の神戸女子大学と連携して開発された朝ごはんっていうかあの、うん、朝,朝ごはんに焦点を当てた あの一つのこうお弁当というか、はい、あのアサートプロジェクトとのコラボ商品で、うん、あのこれを提供していただくという形になってますねはいちょうどいいちょっと小さめのおにぎりで、うん、あの女性の方も、はい、お学生さんもこれぐらいだったらさっと食べれるかなっていうこれが300円でちびにぎまるという。 はい、名前はついてるんですがちょっと中開けさせて頂くとあとでまたあの、うん、え番組のホームページにもあの写真を載せますが、えー、あ本当にあの、えー、こののり巻きちょっと小さめのもの、うん、一口サイズのものが4つと、えー、だし巻きですかねこれ卵焼きと鮭と,鮭とウインナーはいこういうセットということですね 結構最近やっぱパンが、はいうん、パン食が多いので、ええ、朝にご飯食べると少しこう口が乾いたりしてもぞもぞしてっていうことさん多いと思うんですけどこういう形だったらあのおにぎりっていう形でさっと食べれるかなっていうふうに思いますのでねえ、はい、ぜひご飯もやっぱりご飯食べるとやっぱ力出るっていうような感じもしますので、うんはい、これは一つ何でしょうねこれ赤いしそこのまま手で一つ一ついただきます、はい、<あ>うん、うん うんどうですか中にご飯とこれもち麦が入ってるんですかそうですねもち麦あよくやっぱ分かりますねすごいですね書いてますけどもち麦食感がね普通のあのご飯食べてるだけではなくてああそうですね噛み応えがいいとしてもち麦芽のもち麦うん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  なるほどだこういったところにいろんな兵庫の食材なんかも使われていること大事かなと思ってます。うんあとはもうこれ以外にもいろんなあの、えー、と大イドリンコさんとコラボして、はい、あの私のが声をで。あの 語りかける自動販売機とかも昨の兵庫高校に接してお金入れたらおはようみたいな感じで知事のなんです今回作っていただいてお金入れてジュースを買ったら「朝は大事なんで運動とかしましょう」みたいなメッセージを高校生とかに語りかけるっていうのを昨兵庫高校で設置のイベントをしてきたんですけどそれ以外にも味の素さんがレシピを提供していただいたり。 あの大塚製薬とセブンイレブンさんが「ハバタンチャレンジ」っていうまあいろんな企画をこれから広げていきたいなと思ってます。え、うん、でもいろいろとこう食べることで普段の日常のことですからどん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 こうアイディアとかあれもやろうこれもやろうって広がってい,くといきそうな気がしますね。そうですね、うん、そういった意味でもやっぱり広げていくためにもあのこういったラジオを通じてお伝えさせていただくこという大事で、はい、まさにこのラジオ関西さんもこの朝「朝、はい、アット」のメイン パーートナー企業にも参画をいいただいてますので、うん、さに、はい、今日この番組私も出させていただくことが実は朝活の一つですので、うん、なるほどねえ、はい、この「朝クラブ」っていうのも、ね、朝食と書いて「ラブ」がカタカナになって、はい、でこれで「朝クラブ」っていう風に読むんですねそうですね、はい、でそこに「兵庫朝アット」ということで「イーチモーニングマイモーニング」morning morning っていう「うん でここが、えー、一緒にコラボしてっていうことで、えー、こんなあの冊子なんかもできてて「朝食レ,レシピブック」というね、はい、これはあの味の素さんが、うん、あの連携して作らせてもらったっていう、うん、私最近料理もするのであ<非>そうそうそう、えー、はいねえあのお便りも頂戴してましたね、はいえー、知事おはようございます姫路の育さんですねはい 最近知事よくお料理されてるんですねいつも美味しそうって思いながら投稿を見てます,ます、はい、知事お気に入りの一品ありますかうん 最初カレーがすごく楽しくて作るのがですね、はい、あの初めてだったんですけど、うん、いつもボンカレーは当然やれるんですけど <laughs> あのそレトルトですねカレーをグーからそしてルーをちょっと入れながら、うん、いた炒めてこう水入れたりして具やるのは初めてだったんですけどすごく自分で作るとカレーって美味しいなっていうのがありましたね、うん、それ極めていくとですね,ねそういう市販のルーではなくて、うん、今度はあの ターメリックだとかね、そうあのうそのスパイス、いろんなあのクミンだとか、いわゆるあのベーススパイスから調合してっていうのはやりだしますよ。わかる。はい。私まだそこまであのあれですけど、要するにあの兵庫県産のやっぱ美味しい食材ですね。野菜も肉も美味しいですし、そういったものを活用させてもらって、で自分自身もやっぱり男性もやっぱりこれから家事 はい、料理もそうですけど、うん、参画しなきゃいけないなと参加しなきゃいけないなと思ってますのでそううんはい世代それをしっかり、ねはい、そうですかあとお好み焼きとか、うん、ゴーヤーをちょっとこうチャンプルみたいにしたりとか、はいろいろやってます、ね、まあ特に兵庫県の場合はね、まあ、北日本海ありますからうすもう日本海の海の幸もあるしまた瀬戸内の幸もあれば道の駅とか行くとすごいおいしい野菜が、うんはい、すごい安い値段ですごい売ってて。うんうんはい もうなピーマンとかですねと、うん、の唐辛子とかネギもそうですけど本当、はい、美おいしいものがいっぱい売ってますから、うん、食材の宝庫ですよね本当ですねは、はい、だからそういったものをこうに出会うきっかけにもなるっていうことですからああまあもちろん朝食べることも大事ですが、まあ、時々知事がおっしゃるようにあの自分で作ってみるっていう。 そういうチャレンジ精神っていうのも大事になってきますよね。よねやっぱりあの作るだけじゃなくて、やっぱ食器を洗うことの大変さと大事さがよくあのわかりますね。<laughs> 作るのはいいんだけどって。私はよう言われてます。やっぱ食器洗うのって本当大変ですよね。やっぱり。はめるともう洗うのが、あれがこまめに洗うっていうのはやっぱり。はい。ですよね。あの。やっぱりこう男性もしっかり。あの。 妻任せにせず、はい、やるということは大事かなというふうに今感じています。そうですか。はい。ま、はい、感じるだけではダメです。実践してまし、ねはいきそうですね <laughs>、はい。はい。ということで、まあとにかくこの兵庫朝ア,アットプロジェクトというのが始まってますんで、いろんなところでそういうあのロゴマーク見るかと思います。あのブルーに白抜きの朝アットっていうね。はい これた見たらはい、はい、ぜひ朝ごはん食べようかなとか、うん、朝は少し運動してみようかなとか、はい、少しあの皆さんが考えてもらえばいいなと思ってます、うん、はいさあそれとですねえっ、ー、と防災国体2022というのがま、えー、もなく開催されるんですねはいあの10月の2223の2日間、えー、第7回の防災推進国民体 国民大会2022いわゆる防災国体が、はい、あの兵庫のハット神戸のエリアで開催されます、はい、これはの内閣府国と兵庫県がまあ連携して主催するという、はい、あの日本で最大の防災イベントという形になります、はい、これが10月22日の土曜日です、はい、朝10時から夕方6時まで、うん、翌日曜日23日が朝10時から午後3時半までと いうことでえー、八戸神戸エリアで、えー、開かれるということで、はい、毎年1.171月17日に行われるあのエリアですけれども、ねはいえー、県関係も出展ということになるわけですね。はいはい あの阪神淡路大震災の経験と教訓をやはりこれからも、はい、あの次世代に伝えていくっていうことが大事ですので、はい、あの忘れない伝える生かす備えるというものをコンセプトに、うん、あのいろんなワークショップとか、はい、お子さんのスタンプラリーとかいろんなものをやっていきたいと思ってます。はい、2025年が万博ですけど、うん、あの震災から30年っていう節目の年になりますからす、ね、やっぱり震災の経験を日本だけじゃなくて世界にも発信していく一つの スタートにしてていいきたいなと思ってます、はい、そしてまた次、必ず来ると想定される災害にへの備えということが大事になってきますすねねそうです、ね、あの南海トラフ地震も想定されてますし、はい、今もこの間も台風とか、うん、いろんなやっぱり身近なところでもいろんな風水害、はい、あの河川も含めてありますから、うん、まあそれをみんながこう備えようという気持ちを持つことが大事かなと思ってます。あの 東日本大震災の時の津波も恐ろしいと思いましたけど数年前のこのハーバーランドも高潮で水浸しになったんですよ、そうですね、あれも本当に怖いなって<ー>本当に危険を感じましたそうですねいつどこで何が起こるかわからないというのは災害なので、うん、まあ家の中に、えー、乾電池を用意しておくとか、はい、停電になったときとか、うん、水が止まったときにどうするかとか、はい、そういうのもやっぱり普段から考えておくことが大事かなと思っています。はい それからあの神戸市西区のひ衣さんからですね自宅療養期間が短縮されるとのことですが軽症・中等症の患者が自宅で病状悪化した場合本当に医者の手配対応してもらえるのか心配ですというお便りいただきました。はははいあのの軽症の方はこれからは自宅療養が基本にあって ってくると思います、はい、まあその場合でもあの陽性者登録支援センターっていうのを兵庫県は設置させてますのでそこに陽性になられた方はあのできるだけあの登録をしていただきたいと思ってます、うん、そうするとあの症状が悪化したりとかあのそういった時にスムーズにあの入院調整であったりとかあとはあ病院にやっぱりもう一回行くとかっていうのがやりやすくなりますのであのそういったところは不安がないような体制を今しっかり 準備してますから、まあ、その県のいろんな情報をまたあの知っていただければと思ってます。はい。え、最後になりますが、プレゼントのお知らせです。兵庫県立高校博物館では、秋季特別展秋の特別展丹波焼き誕生始まりの謎を探るが開催されています。日本六古洋の一つとして知られる丹波焼き、その始まりは長らく謎に包まれていました。 丹波焼き最古の窯の一つである三本峠北窯跡の発掘調査で絵が刻まれた陶器片が数多く見つかったことをきっかけにその謎の解明が進みました本展覧会では近年の資料調査で明らかになった丹波焼きの成立について紹介しています丹波焼きの風合い歴史をどうぞ楽しんでください 今回はこの展覧会のチケット、10組20人の方に差し上げますので、あなたの男とお名前、お年、電話番号、斉藤知事への質問などを添えてご応募ください。この、えー、丹波焼き誕生始まりの謎を探る、11月27日の日曜まで開催されております。なお、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。 ということでえ、今朝は新型コロナウイルス感染症への対応、兵庫朝ア,アットプロジェクトの実施などについて、詳しいお話、斉藤知事に伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。